さあ、大倉くん。はい。いよいよこの番組も、ええ。2回目の放送が始まりましたけれども。そうですね。軽く自己紹介します。そうですね。関ジャニ∞の大倉忠義です。はい。と歌を歌ってます。高橋優と申します。はい。まあ先週ね。はい。やったじゃないですか。やりましたね。初めての2人の1時間半。はい。オールナイトニッポン。はい。どうでした？いやもう結構なテンポで話したじゃないですか、ええ、まあ、初回ということもあり、はい、2人の緊張感もあり、ええ、もうすごい疲れましたよね。マジで。なんか終わった後すごい脱力感満載で、うん、ただまあ始まる時にこういう生でこうオールナイトやってる方は寝られなくなるっていう話してたじゃないですか、うん、はい、僕なんかその音楽番組とかでも生放送やっても結構すぐ寝れるタイプなんですよ。はい。寝られなかったです。ええー、あ、そうだったんだ。はい、4時ぐらいまで、ベッドでゴロゴロしてましたよ。あ、ほんと？そう。それっていうのはやっぱこのオールナイトニッポンやったからって感じ？やったからでしょうね。な、心がやっぱドキドキした？ドキドキしましたね。だからもう、興奮してたんでしょうね。うん。なんか家帰って、うん、まあ寝れるだろうと思って、はい、ベッド入ったんですけど、寝られなくて。はい。で、その日はもうお酒飲まないでおこうと思ったんですけど、はい。お酒飲んだら寝れるかなと思って、おーおーおー、それでも寝られなくて、はい、結局4時まで、はい、でしたよ。一緒。いや一緒。一緒。一緒っていうか、僕寝なかった。いやもう次の日。だってすごかったですもんね。うん、その先週も言いましたけど、目の血走り具合と言いますか。あ、僕はね。そう。見てたね。ゆうくん大丈夫かなと思って見てたんですけど、焦点合ってない、こう目合ってない感じがずっとしてたんですけど。マジでそんなにだった。はい。なんかね、はい、まあ、次の日ね、僕は横浜スタジアムで歌わせてもらうっていうのがあって、そうですよね。それで朝の集合時間が、うん、まあ、7時過ぎにはもうその現場に入る。はいはいはい。だから6時50分とかにはもう、あれだったんですよ、うんうんうん。スタッフと移動してたんですよ、車の中で。ほう。うん、寝ぬまま、だからここで話したまんまの感じだった。え？ずーっと。一睡もせず。うん。まあ、厳密に言えば、はい、なんか、浅い夢みたいな、ちょっと見たかも、一瞬。ああ、寝たのか寝てないのか。そう、でも、行ってて15分ぐらいだと思うな。で、まさにオールナイトじゃないですか、それ。まさにオールナイト日本。す、オールナイト高橋。ちゃんと歌えました？一応それはまあ。大丈夫でしたか？どうにか歌いましたよ。楽しかったですけどね、歌は歌でとっても。これだから慣れてくるとどうなんですかね？寝られるようになるもんなんですかね？わかんない。俺先週より緊張してる。それがもうずっとおっしゃってますけど、どういうことなんですか？わかんないんだよ。なんで、なんかさ、まずね、はい、聞いた？先週の我々のお話したやつを。お話したやつですか？後で、自分で聞いてみた？大倉くん。聞いてないっす。あ、聞いてないの？怖くて聞けなかったです。怖いよね。はい。俺怖かったの。はい。でも、はい、なんか聞かなきゃいけないんじゃないかと思っちゃって、はい、聞いたのさ。まあ、聞いたんですね、うん。どうでした？もう反省点だらけ。例えば。いや、まず大倉くんに申し訳なかったなと思って。なんでですか？やっぱりね、客観的に聞くと、はい、大倉くん、うまいんだよ。いや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 、そんなことないですって。頭の回転がね、多分僕の150倍ぐらい早いんだよ。いや、そんなことないですよ。僕だって関ジャニ∞の中にいて、うん、横山さんから2番目に面白くないって言われてるぐらいですから。うん、まあでもそれはっていうのはね、はい、関ジャニ∞の中にいるじゃないか。ほう。まずは。はいはい、はい。俺関ジャニ∞の中にいないんだ。いやいや、まあまあ、そうですけど、でもゆうくんは、ライブの中でも、一人 MC をされてるわけじゃないですか。まあね。まだこう、喋り相手がいるっていうだけで、うん、楽なとこないですか？楽だったのよ。はいはい、はい。それは確かに。一、うん、人で、1時間半今やれって言われたら僕は多分できないと思う。やっぱ目の前に大倉くんがいてくれたから、はい、この間の初めての放送でね、はいはいはい、カメラも回ってましたよ、うん。で、なんかちょっと偉い感じの人もね、もう今日いないけど。偉い人たくさんいましたよ、ね。偉い人いっぱいいたじゃん、うん、はいはいはい。今日はもういなくなってしまったけどね。そうですね。だいぶ減ったけども。いいのか悪いの。そういう中でも、やっぱり大倉くんがいたおかげで、助かったなって思う部分はすごくたくさんあったんだけど、はいはい、うん、自分自身が助かったなって思ってることと、はい、やっぱりその聞こえ、それがどう聞こえてるかってことはまた別の問題なわけで、もう聞いてみたら本当助けられてばっかりで終わってんだもん。いやいや、だってもうね、こう、ラジオ聞いてる方はあんまりね、うん、意識されてないかもしれないですけど、うん、こうやっぱそう進行役で、ゆうくんがやってくださってるわけじゃないですか。そうだね。急遽決まったね。そうですよ。先週の放送始まる何十分か前に、ゆうくんが進行でお願いしますというふうになりましたね。だからやっぱり、びっくりしました。僕とゆうくんのこの重みはちょっとね、差はあると思うんですよ。うん、だゆうくんの方がすごく背負ってくれてるなっていう部分で、うんうん、僕はもう直前までゲームできたりするわけで、うんうん、それはもう、うん、申し訳ないなと思ってるんですけど、ただ、なんでも友達が聞いてくれてたんですよ。お、うん、で、聞いたよっていう、話して、お、で、
高橋くんがあのおしゃべりうまくてよかったねって。ええー。まあ、いろんな意味でね、うん、それはそうやってんって終わったんですけど。そうやってん。そうやってんで終わったんですけど、うんうん、そんな拙なかったかなって逆に。俺友達がどう聞いてたのかが逆に知りたかったんですけど、うん、深く聞かないでおこうと。そうかい、うん、僕は福山さんから、ええ、感想メール来た。うわ、うん、やっぱり聞いてくださってたんですか。先週に続き、そう、次の日の、その、だからこれ放送終わった後の、はい、翌日のお昼の11時半頃に、はい、おはようございますというタイトルで、うん、今ちょっと真似されました。違う違う、真似してない。真似はしてない。違う違う違う、いや今週も多分聞いてるから、はいはいはい、本当モノマネとか俺やんないから。やんないんですか。やんないやんない。なんてメール来たんですか。おはようございます。やってるじゃないですか。いや違う違う、なんとなくなんとなく、ね、なんとなく、はいはい、なんか自分よりはちょっと、はい、ほらトーン低いかなと思って言っただけで、はいはい、どういう内容だったんですか。それで、はい、いやラジオ聞きました。もうやめときませんか。ごめん、こう、すいません。メール来るかもしれないですよ、もう。そうそう、やばいやばいやばい。本当、はい、うん。あの、それで、はい、本当に楽しかったって言ってくれるんですよ。うんうんうん。うん、え、マジっすか。うん。だからなんか、この番組が、長く続くことを祈ってますっていうメールでした。うわぁ、そう。嬉しいですね。そうそうそう。しかも、うん、その後で、はい、大倉くんとのご飯会よろしくっていう。うわぁ、もうこれ本当に楽しみにしてんすよ。うん、本当に？はい。僕次第じゃん、それ。そうなんですよ、うん、やらなきゃ。ゆうくんほんまに最優先でやってくださいね。やるよ。いや、もうお互いね、仕事がある中で立てなきゃいけないのは、うん、大変かもしれないですけど、うん、幹事よろしくお願いします。大丈夫大丈夫。僕行ってるジムの話したじゃないですか。してたしてた先週、うん、そこで福山さんとお会いしたっていう話したじゃないですか、うん、ちゃんとそのトレーナーの方、福山さんがついてるトレーナーの方から、はい、福山さんから大倉くんによろしくと、うん、おおってジムで大きい声出しちゃいましたよ。すごいじゃん、はい、やっぱりこの影響力だよ。いや本当に聞いてくださってたんだな。聞いてくれてて、ね、すぐ行動に移っているんだよ、やっぱり福山さんは、はい、そうですよね、やっぱり行動力あるから。いや、もう感想も直接聞きたいところもあるので。そうだね、近々よろしくお願いします。ちゃんとご飯行かないと、はい、そんな前回の記念すべき1回目の放送についてメールもたくさん届いています。お、はい、茨城市、茨城で聞いてくれている極理想15歳。はい。はい、読みますね。先週の第1回を聞きましたが、二人ともまあまあ面白いです。はい、でも、今んとこまだ三つマングローブさんのラジオの方が面白いです。ああ。なんで、頑張って三つさんを抜かしてください。上から来るな、やっぱり。そうですね。上から来るね、結構ね。でもまあ、ちゃんとね、精進していかないと。そうだね。長野で聞いてくれてる松本くん15歳、はい。あ、松本くんっていうペンネームだけど、女性です。女の子です。あ、そうですね。はい、15歳ね、はい。読みます。先週の放送聞いてて、すごい楽しかったです。はい、お、二人とも、生放送童貞なのに、そんな感じしませんでしたよ。童貞なのになかなかのテクニシャンですね。言わせんなってだから。やめなさいよ、15歳の女の子が何を言ってるんだよと。もう言わせたくてしょうがないのと。そうだよね。あとスタッフのメールチョイスね。うん。だってもう、何千通とメールが来たっていう、さっきお話ししてたじゃないですか。そうだね。そっから選んだ2、3通がこれっていうのは、そうだよね。悪意が感じられる。そうそうそう。俺はいいんだ。はい。僕は読むから、こういうの。うん。僕は大倉くんのこと守んなきゃいけないから。あら、次は。あ、大倉くん読むかい？はい、はい。気をつけてね、本当に。こっちもということで。うん、横浜市、神奈川区。ペンネーム、うん、時忍三郎、うん、先週歯医者さんでバイトしてる女の子に、大倉くんの喉人工をもぎ取りたいと言われてましたが、うん、やはり大倉くんの人気は絶大ですね。そう思うと同時に高橋くんが少し不憫になってきました。もし よければ同郷のよしみということで、うん、俺が高橋くんの喉人工をもぎ取ってもいいですか、ね、むちゃくちゃやな、うん、まあね、まず喉人工って言わせるな、大倉くんに。先週に引き続きリスナーの皆さんもそうだけどもね、はいはいはい、スタッフ諸君よ、はい、なぜ極楽にチンコって言わせたのそんなに。こらそこだけ切り取ったらダメです。はいはいはい、 いやまだ来てます、はい、大阪で聞いてくれてる俺は何ですか、うん、椿の番長18歳、前から大倉くんと高橋くんは知ってましたが、はい、先週この番組が始まってなんだかより近い存在になったような感じがします。わ、嬉しい。大倉くん、僕も大倉くんののどちんこを吸ってもいいですか。いやいやいや、押すな、引っ張ってきてるな、のどちんこネタを。いやいや、いやもうそれはもういいですけど。いやこれね、はい、言わしてもらうけどね、はい、大倉くんが悪いと思うよ。なんでですか。だって僕は守ろうとしたんだ、はい、先週のね、はいはい、歯医者のね、その16人ぐらいの方、はい、女の子がみんなで一気にね、はいはいはい、話すやつでさ、う
のどちんこの話したら、はい、大倉くんが一番最後にすごい満遍の笑顔でさ、うん、僕ののどちんこもよろしくお願いします。だって正式名称知らないんだもん。しょうがないじゃないですか。いやいや、知らないじゃなくて、よろしくお願いしますってさ、うん、もう同じプレイを求めてるじゃないか。いや、プレイとか言わないでください。バキュームされたいんじゃないか。やめなさいよ、そういうことを言うのを。僕は守ると言ってるんだから。守ってくださいよ、ちゃんと今週は。という、この番組に続いて、今週から、はい、この同じ土曜日に、はい、大倉くんのドラマがスタート。そうですね、日本テレビ系列で、9時からやってるんですけれども、うん、ドエスデカというタイトルで。ドエスデカだよね。そうなんですよ、今日からオンエアということで、うん、助走してましたね、なんか。ああそうなんです、刑事役でやらさせていただいてるんですけど、ね、まあまあ、まあ、コメディなドラマなので、うん、まあ、皆さん見てくださってたんですかね。多いと思いますよ、見てる人。だからその率直な感想を僕は聞きたいなっていうところはあるんですけれども。やっぱそういう感じなんですか。やっぱ生ならではじゃないですか、こうやって直接、うん、終わったもう数時間後に感想が聞けるみたいなこと。だからもうぜひ、はい、まあ、電話もありますし、そうだね、ぜひメールも送っていただきたいなっていうところなんですけれども、うん、ね、僕の個人的な感想を言うとね、はい、なんか警察手帳をさ、はいはいはい、女装してる格好でさ、はい、僕はこういうもんですってバーンって出そうとするシーンあったでしょ。女装してるところで女装して、はい、それでどこにあるか分かんなくてさ、はい、バー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 って自分の体をまさぐったじゃん、はい、それでちょっと履いてるスカートグイッて上げたでしょ、はい、あのシーンがすごい良かったどういうことですかいやなんかいろ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 なんかお茶目な大倉くんと、はい、うん、やっぱなんていうの、美形ね、美しい顔してるから、いやいやいや、なんかちょっとなんかこいつあれだけどセクシー大倉が出てたから。僕の女装姿はいかがでした。セクシーだったよ。本当ですか。うん、いけるかいけないかって言ったらこっちです。やめなさいよ。どっちに持ってきたんだよ僕を。え？そういう格好している大倉くん。正直どうですか。いけるかいけないか、はい、何がだよ。いやいや、大雑把にね。大雑把に、はい、大雑把に言うと。いろんな意味を捉えてください。ね、そうだろうね。1.5 ぐらいはいけるよ。1.5? それ何段階中ですか。え、何段階中。いや、10、10。10の 1.5? 1.5 いけるいける。いけないじゃないですか。何があまりいけないブルーじゃないですか。じゃあ、まあ、僕はし、あなたは男なんだからさ、なんだ、いけ、その人はね、何の話なんだよ、これは。あなたはいくら美しくてね、はい、その、綺麗な格好してさ、はい、女装して、例えば僕の目の前に現れようともね、はい、僕が、いや、大倉くん好きやとはならないわけでしょ、そりゃ。まあそうですね。大好きだよ、それは友達として、はい。結構なリアリストですね。そりゃそうだよ。そりゃそうですよね。あなた、あなたまだ2回目の放送で俺変な感じにしないでくださいよ。いじられるぞ、これ、今日これで。ということで、はい、ドラマに続いて、はい、ラジオの方もお送りしていきましょう。はい。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。改めましてこんばんは、関ジャニ∞の大倉忠義です。歌を歌ってます高橋優です。今週もこの後1時までアラサーど真ん中の男2人が生放送でお送りしていくこの番組。番組ではラジオの前の君からメールで今週1週間のやっちまった話を募集しています。うん、この春から始めたばっかりの一人暮らしでのトラブル、うん、学校会社でのうっかりミス、家族や彼氏彼女とのいざこざなどなど、うん、ここ最近の君の失敗談を教えてください。メールにはそんなやっちまった君が聞きたい元気が出る曲のリクエスト、そして土曜の夜のこの時間に連絡がつく電話番号も書いて送ってきてください。はい。番組のメールアドレスは ot@allnightnippon.com ot@allnightnippon.com、OT は大倉高橋で OT でございます。なお同じ内容のメールは一人一通送ってもらえれば大丈夫ですよ。君からのメール待ってます。ということでですね、曲を紹介したいんですけれども、はいはい、まだ2回目ということで初心を忘れずにということでですね、僕、まあ、関ジャニ∞でバンドをやってるんですけど、はい、ドラムを担当させていただいたんですけど、はい、一番最初に、全然オリジナルとかもなくて、まずやらさせていただいたお客さんの前で初めて演奏した曲っていうことで聴いていただきたいと思います。おお、それは聞きたい。はい、ハイスタンダードで、はい、マイファーストキス。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん、東京有楽町日本放送キーステーションに全国34局ネットでお送りします。関ジャニ∞大倉忠義と
高橋優がこの後1時まで生放送オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。Ladies and gentlemen、 オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。早速メール届いてます。はい。ラジオネームよっきゅん、大倉くん女装に目覚めたんだ。これで一歩三つマングローブさんのラジオに近づいたぞ。じゃあさっきと同じ方ですかね。さっき違うよね。違う方、ね。名前だけどどうなんだろうか。あ、いや違うんですよ。僕三つマングローブさん目指してるわけじゃないんですよ。女装家じゃないので。そうだね。一応役としてやらさせていただいたんですけど。ね、目覚めたっていう風に勘違いされちゃってるから。目覚めてはないですね。説明不足だったかな。ちょっと僕のね、僕ね。続けてラジオネーム、さっきの人。送りそうだ。はい、岐阜で聞いてくださってる方ですね。はい、ごめんなさい、読みます。ドラマ見ました。大倉くんの女装は、A マイナスぐらいかな。おあ、ギリキスできないぐらいかな、だそうです。A マイナスちゃうやろそれ。その基準が俺みんなの言ってる基準がよくわかんない。A マイナスって結構上でしょ。そうだよね。ねえ。A がベストってことでしょ。A プラスがベストでしょ。あ、A プラスがベストか。最高ってことでしょ。そうだね。じゃあ A マイナスは結構いい方だもんね。キスできないか。そこで何ちょっとシュンとなんの？ちょっとプルプルしてんすけど。いやそれ別にさ。そういうことじゃない。知ってるよ。知ってるよ。それぐらい知ってるよ。神奈川で聞いてくれてるゆっち。はい、女装姿、可愛かったです。うちの旦那さんは、俺はいけると満面の笑みで言っていました。あ、嬉しい。足が綺麗でたまらんそうです。嬉しいけど、そこまで本気やと。そうっすね。やっぱすごいね、ドラマって。いや、そうですよね。うん、こういう波紋が広がってくんだね。もうその、撮影してる最中も、スタッフさんが、いけるいけないの話をしてたので。うん、してたんだよ、ね。そう、だからちょっと聞いちゃったんですけど。あ、だから急に僕にもね、いけるかどうか。そうなんです。そんな自信があったわけじゃないんですよ。うん、僕はもうやりながらね、女性って大変だなとか、自分の出来上がった姿見て、あ、気持ち悪いなとか、ちょっと長い間撮影してたんで、火生えてきて余計気持ち悪くなったなとか、いろいろ感じるとこあったんですけど。やった人じゃないとわかんないもんね。そうですよね。女装したことないですよね、ちなみにゆうくんも。僕ないね。ないですよね、うん。あったら問題ですもんね。そうだね。仕事でそういうことはないからね。それで女装してるって言ったらね、うん。いけるって言われると嬉しいの、やっぱり。いや、嬉しいな、複雑な気分ですよね。複雑なんだ、やっぱり。うん、綺麗だねとかなんかいっぱい言われたんですけど、うん。そういう感じでもないんですけど、なんか複雑ですよね。悪くはないっていう感じですかね、なんか。嫌ではないんだ。嫌ではないです、うん。それは嬉しいって言うとなんかまた、なんか公平があったりするんですけど。僕さっきさ、まあ 1.5 割いけるって言ったでしょ、はい、本当のこと言うと、はい、3割いける。ちょっと増えましたね。なんでちょっと増やしたんですか。正直になろうって思った、はい、うん。ちょっと迷うと、うん。4割いけるかも。いや。いけるやん、メールはまだまだ受付中です、はい、今週1週間の君がやっちまった失敗談を送ってきてください。番組のメールアドレスは ot@allnightnippon.com ot@allnightnippon.com です。大倉高橋で OT です。待ってますメール。はい、さてそんな中ですけれども、はい、僕のやっちまった話を、はいはいはい、うん、まあちょっと、そんなに面白い話じゃないんだけど、本当に普通にね、個人的にやっちゃったなと思って。いやいや、普通のメールをね、送ってくださったらいいんですけど。うん、今週一週間ね、はい、なんか僕の家族とか、知り合い、はい、周りで、はい、お祝い事がすごいたくさんあったんですよ。姪っ子が入学したのが2人いて、僕姪っ子すごいたくさん、9人ぐらいいるから、うん、そう、で、小学校入学、高校入学って、それぞれに僕ちょっと入学祝いを送ったりとか、はい、あとバンドメンバー誕生日、うん、友達の誕生日会とやったのもあって、結局一週間のうちの、はい、5日間くらいは誰かのこと祝ってたの。おぉ。そうそうそう。で、そんな中、大倉くんとも飲んだけどね、1日で、ね。そうですよね。そうそう。そう。あの日が唯一お祝い事じゃなかった日なの、僕の。あ、それ以外、もう毎日誰か祝ってたの、僕。おぉ。で、それってすごい、やっぱ嬉しいじゃないですか、誰かのこと祝うって。はい、で、うん、なんかこう、プレゼント買ったりとか選んだりとかってやったんだけど、つい昨日ね、僕なんかこの1週間すごい人のことを祝ったなと。いろんな人になんか買ったなと。はいはいはい。で、なんか自分に、なんか買いたいなって思ったの、うんうん、で何買おうって思って僕時々こう、うん、服見たりするの好きだから、はいはいはい、ちょっとファッション系の何か雑誌でも買おうかなって思っちゃってさ、はい、それでこれ買っちゃったんだよね。あらあら、メンノンじゃないですか。そうなのよ、僕が表紙の。そう、これ結構最近発売したばっかりでしょ。ありがとうございます。なんかそうなんだよね。なんかあれですかね、うん、やっぱりこうラジオやり始めたりして、うん、そう、親近感湧いてくださってますかね。そうなの。カザルだってファッション誌の中で選んでくださったわけですもんね。うん、まあもちろんメンズノンノさんね、はいはいはい、とっても僕は好きですけど、はいはい、まあ
ファッション誌、まあね、もう30も超えてきてさ、はい、ファッション誌もそんなに買う買わないっつったらさ、買わないことも多くなるじゃないですか。はい、てか、あんまり僕買う方ではなかったんです、正直。はい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 、だけど、やっぱ我らが大倉みたいな気分になっちゃってるわけよ。わあ、ありがたい。さっきのさ、ドラマの話もあったけど、はい、僕見ながら一番心がけたことは、はい、知らない人がドラマに出てて、ちゃんと面白いかどうかで判断したいって思ったの。うん、そうやって心がけてみないと、はい、もう大倉くん出てたら、はい、何でもハッピーになっちゃうもん、僕。このまま行くと。やばいなと思って。嬉しいんですけど、僕もやっぱり客観的に見られないんですよね、うん、自分が出てるから。うん。だからそういう客観的な意見、ゆうくんから聞けるかなって今日楽しみに来たんですけど。うん。もうちょっとまずいよね。まずい状況に。うん、だってやっぱり、はい、5割いけるもん。うん、こうなってきた。こうなってきたな、ゆうくんと会うの。もうね、はい、この雑誌の中でね、大倉くんが着てる服欲しくなっちゃった。え、マジっすか。やっぱおしゃれだなとか思うわけよ。え、なんか買い物に行かれたりしたんですか、その後。いや、これ昨日買ったばかりだから、はい、まだ行けてないけど、これからっていう。しかしこれオフビーがあったら、だってもうすごいもん。スポーツミックス大倉忠義だもん、これ。ねえ。そういう記事だもん、今回は。いや、僕もだからこういう撮影させていただいて、うん、おしゃれな服をこうね、選んでくださるわけじゃないですか。うん。やっぱりこういう機会じゃないと、こんなおしゃれになれないなっていう自分が映っているので、おしゃれじゃない、あなた。いや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 。知ってるんだから。ジャージじゃないですか。アディダスじゃないの。いや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 、そういうことでもないんですけど。おしゃれだよ。はい。まあ正直言えば、7割いけるかな。オールナイトニッポンサタデースペシャル。大倉くんと高橋くん。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。関ジャニ∞大倉忠義と高橋優が生放送でお送りしているオールナイトニッポンサタデースペシャル、まもなく12時ということで、はい、メールが届いております。はい、埼玉で聞いてくださってる赤ピーマンさん、はい、今日のメールテーマ、大倉くんがミッツマングローブさんに近づく方法ですが、ミッツさんは立ち姿がとても女っぽいです。確かに、もっと大倉くんも 鏡の前に立って自分がどう見えているかを研究しないとミッツさんには到底追いつかないと思います。精進してくださ いもうしねえわ。大倉くん怒ってきてない？いやいや怒ってきてないですけど、イライラしてないから。いやいや全然あれを、いや、そうです。ミッツマングローブさんは、その、ドラマでも一緒に、こう、共演させていただいてるんで。いや、だから、その、中でも、ああいう格好されてるんですけど、女装されてるんですけど、やっぱね、違いますよね。歩き方から何から。ハイヒールや歩けないんですよ。なんか、もう痛くて。なんか、鳩が飛んでますけど。あ、12時になりました。鳩が、鳩が飛んでました。鳩が飛んでましたけど。ピッポッピッポッって言ったからね。そう、だから、近づく方法はもういらないです、メールは。来るぞ、まだ。いや、でもお仕事でまたあるかもしれないですからね。そうだよね。そう、ミッツさん、ちょっと研究しとかないと。そうだよね。うん。やっぱ素晴らしいですよ。7割いけてるから。はい。ということで、僕のやっちまった話。はい。まあ、今週というか、まあ、やっちまったなって思ったことが人生の中で多々ある中でですね、うん、やっぱこう話してる、大勢で話してる時に周りを見なきゃいけないなっていうことがたくさんあるんです、僕の場合、はい、なんかもう思ったこと言っちゃうというか、うん、まあこのラジオでもそうですけども、気をつけなきゃいけないなっていうところがあるんですけど、うん、まあみんなで打ち合わせをしてて、グループメンバーいて、スタッフさん何人かいて、はい、でまあその打ち合わせが終わった後、番組が始まるまでこう談笑してたんですけど、はい、まあ、誰かが、なんか、僕、これ、ちょっと、こういう人が苦手だ、みたいな、スタッフさんが誰かが話し出して、うん、じゃあ、こういうのが嫌だ、嫌だっていう話になっていったんですけど、僕はなんかその、流れで、うん、メガネの話になった時に、あら、メガネでね、うん、こう、縁があるじゃないですか。はい、縁付きのメガネは、まあ、普通のメガネ。うん、で、縁が全くないのもあるじゃないですか。ありますね。で、下だけ抜けてるのもあるじゃないですか。ありますね。僕は、この上の抜けてる意味がわからないって、こう熱弁してたんですよね。はい。で、それはもう上抜けてる人には申し訳ないです。それはもう若い時のあれだったには何とも思ってないんですけど、うん、そこにいた、話してる途中にそこにいた横のスタッフさんが、はい、ごめんね、大倉くんって。上だけなかったんです。見えてなかったの？あ、まさか周り見えないで。そう。話しちゃったから。もう勢いで話しちゃったから。東大元暮らしだ。そうなんですよ。これやっちゃったなと思って。あららら。いやいやいや、嫌いじゃないんです。疑問だったんです。みたいな。
言い訳が苦しい。答えて欲しかっただけなんだよね。なぜ上がないのかと。そう、なんでないのかと。うんうんうん、なんでなのかっていうところだったんですけど。うん、わかるわかる。みんなにもちょっと気をつけていただきたいなって。そうだね。周りを見てから。自分のちょっと苦手なこと話すときはね。そうなんですよ。わかるわかる。すごいわかるね。はい、ああ、やばい。そんな中、今週も、うん、電話が繋がってるみたいです。はい。もしもーし。もしもーし。男の名前、年齢どうぞ。福島県福島市に住んでいる、はい、トシキと言います。おぉ !16 歳です。16歳。今、ちなみにどこで聞いてらっしゃるんですか？今、河原で聞いてます。え、河原？何してんの、はい、ちょっと、緊張をほぐすために。緊張してたんや。何どうしたの？どうして緊張してるの？いや、ちょっと2回目っていうことで、うん。なんか、いつも、ラジオ聞くと緊張したんですよ。え、あ、僕らの会話に緊張してたってことですか？あ、そうです。うせえやろ。なんか申し訳ないじゃん。うせえやろ。なんかごめんね、緊張させちゃって。ごめん、なんか。トシキ君、うん。うん。え、今そんな、寒くないんですか、今。あ、寒いっすよ。寒いよね、福島だったらね、まだこの時期。一人？はい。一人です。一人でラジオ来てたの？え、周りにはもう誰もいない感じですか？川があります。いやいや、それはわかるよ、川だよ。誰もいないかって聞いて川があるってのは。ちょっと私的な答えだけど。ちょっとおしゃれですけど。え、そんな、としきくん？はい。やっちゃったお話。と、学校で、はい。高橋優さんの歌を歌ったら、うん。笑われちゃったっていう。え、ちょっと待って、ちょっと詳しく教えてください。どう、いろいろまあ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 、うん、まあ、とりあえず聞いてみましょう。まあ、ね、うん、はい。まあ聞こうか。はい、はい、はいはい。何、どうしたんだ、どうしたんだよ。そう、僕、ゆうさんの大ファンでして。ありがとうね。学校で、たまになんか歌歌ったりするんですよ。うん。友達の前で。うん、いいじゃないと。それはギターとか弾きながら。いや、アカペラで。アカペラで。ほうほうほう。休み時間とかに歌うんですけど。うん。そうかい。歌うのが好きなんだ。はい。はいはいはい。それで歌うたびになんか、友達から笑われちゃうんですよ。え、それは何の曲を歌ったんですか？そう、いろんな曲歌うんですけど、うん、学校に優さん知ってる人はそんないなくて、うん、広めたいなと思って歌ってるんですけど、はいはいはい、逆に笑われちゃって、うん、流されちゃうっていう。え、それ今までいろんな歌歌って笑われたの初めて？え、いっぱい歌ってきたんですよね、今まで。はい。笑われたのは初めてなんですか？いや、もう、中二の歌い出した時からずっと、笑われてます、はい。そうかい。それ、だから、ゆうくん関係あるへんやんか。なんでそれ、あれ、心折れなかったかね。そう、ずっと歌ってたんや。ゆうさんを諦めたいっていう思いの方が大きかったからです。わあ、嬉しいですね。そう、例えば、そのゆうくんの中でどんな曲を歌ったんですか？としきくん。そう、同じ空の下っていう歌なんですけど。うん、ほうほうほう。そうか。今、ちなみに歌える？歌います。おぉ、もう心強いな。歌ってみて。歌ってもらおうか、じゃあ。河原で、河原やから全然覚えて歌っても大丈夫ですよ。全国のみんなから笑われる可能性あるけど、いいかい、としきくん。大丈夫です。おぉ。強い。強いね。その心。よっしゃ。歌ってもらおうか。そうですね。え、何の曲歌ってくれますか？何歌ってくれるの？同じ空の下です。同じ空の下だね。はい。じゃあ、どうぞ。明日がそっぽ向いてても、おやきょんがやるせなくても。ちょっとバカにしようか。あれあれあれそんな、でも、笑われる？としきくん？としきくん？はい。なんか今、歌に結構こう、なんていうの、癖みたいのつけたかい？ゆうさんの、ちょっと、うん、独特の歌い方を、うん、真似してみました。あ、そうかい。それだからね。ゆうくんはプロやからこう、できるわけでね。いや。プロというか、なんていうか、としきくんが笑われている理由がさ、わからないですよね。いくつかある気がしてくるんだよ。いや、あります？そうだよね。ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。うん、他なんか歌えたりします？ちょっと、それだけでは原因がわからないんで。太陽と花歌います。だよ、だよ、はい、はい。じゃあ、ね、歌っていただきましょうか。はい、じゃあ、どうぞ。こうどんかんなんかんかやき、いとしんかんかやき。ねえ、ゆうくんのスタッフ爆笑ですけど。僕は今ね、はい。としきくんがね、笑われたって何したって、はい、高橋優を広めたいって言ってくれてさ、うん、何があったって歌うんだって言ってくれた時、はい、本当に今ここで僕泣きそうになったんだ。いや、嬉しいですよね。嬉しくて、熱くなりました、胸が。はいはい、いやー、としきくん最高って思ったけれども、としきくんよ、今の歌い方はどうだ？はい
僕の歌を今聞いたことない人すごいたくさん今このラジオ聞いてくれてると思うんだけどさ、うんうんうん、はい、僕はそうやって歌ってると思われたぞでもそれはもうほんま大真面目で、まあ、大真面目でそれなんだか、それなのかい。はい、そうです。本当かいちょっとだけ、ね、ほんのちょっとね、100あるうちの2くらいちょっとおちょくってないかい。いや、もうそのままです。そうか、純粋なやったらもうね。そうか、そうか、なら俺が今悪かった。いや、だってゆうくんのことが好きすぎて、うん。そうだね。多分似てくるんじゃないですか、うん、聞いてたら。ちょっと待って、ちょっと待って。岡君。ちょっと待って、ごめんごめん。トシキ君は何も悪くないんだ。トシキ君は何も悪くないよ。うん、大倉君は今似てると思って聞いたんですか、じゃあ。いや、なんか特徴ちょっと掴んでるなと思ったんですあ、そうか。あ、そうか、そうか。あ、俺今まで31年間生きてきたけど、はい、僕、こういう歌い方だってことに気づかなかった。いや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 、俺。いや、それはね、本物とね、そのとしきくんの違いももちろんありますけれども。そうか、そうか。うん、そう。にゃんにゃんけーんって言ったよ。どんどんくんにゃんって言ったよ、今。あ、にゃんにちゃおっぱおっつってたよ。これはもうリスナーの方に CD 買っていただいて、ちゃんと聴き比べていただかないと、いろんな誤解生まれますよね。そうだね。そうですよ。うんうん、まあまあ、そうだね。いや、二つとも本当にいい曲なんですけどね。まあ、いずれにせよね。うん、としきくん、ちなみに僕の CD 持ってるのかな。あ、もう全部持ってます。あ、そうか。大ファンですよ。としきくんは、じゃあ何も悪くなかった。ごめんごめん、今。うん、ほんの一瞬でも僕今、としきくんのことを悪く言おうと思って申し訳なかった。うん、いや、そう、本気で歌ってくれたんだね、川辺で今一人で。そうですよ。そうだよ。大倉としてはやっぱり、その、ゆうくんファンに、向かっても、その失礼に当たるので、うん、非常にいじりにくい。失礼に値するのじゃないよ。としきくんが本気で歌ってくれたから。そうですよね。うん、じゃあ、せめてっていうか、最後にさ、としきくんにさ、うん、まあ、リクエストで曲をさ、はい、リクエストの曲流したいんだけど、としきくんの。はい。その前に僕から一個だけリクエストしたいんだけど、はい、またいつかとしきくんと電話つなぐからさ、今度はね、はい、大倉くんのモノマネしてもらっていい？あ、わかりました。オッケー。関ジャニ∞いっぱい聞いて。はい。関ジャニ∞いっぱい聞いて、大倉くんのパートを勉強して、今度僕らの前でまたやってくれね。わかりました。頼むよ。それじゃあ今日はどの曲いこうか。はい、高橋優さんです。小笑い。ああ、それじゃあ、としきくん曲紹介いってもらおう。よろしくお願いします。はい、高橋優さんで、小笑い。ありがとう。ありがとうございました、としきくん。これあとも聞いてね。君のこと忘れないよ。でしょうね。関ジャニ∞大倉忠義と高橋優がこの後1時まで生放送オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。いやー、福笑い最高でしたね。ありがとうございます。いや、よかったです、本当に。ね、河原で聴いてる人もいるんだね。河原でね、彼が聴いてると思いますけども。今も一人でね、一緒に多分歌いながら聴いてくれたんでしょう。はい。ね、さあ、メールが届いております。はい、川崎市川崎区、大福14歳。私はあまり高橋くんの歌いを聞いたことがないのですが、うん、高橋くんあんな歌い方をしてるなんて知らなかったです。初めて知られてよかったです。ああ、そうかそうか。どっちを聞いたのかな。今、後でかかった方だといいけどね。そうですね。としきくんの影響力強いから。聞いたのかな。ね、続いて、はい、熊本市中央区23歳、ラジオネームのんちゃん。ごめんなさい、正直私、高橋くんの曲あんまり聞いたことないんですけど、うん、さっきのとしきくんの歌聞いてめっちゃ興味湧きました。あ、そう。明日朝一伝えに行きます。よかった。そっかまあね、うん、本物とね、聴き比べてもらって、はいはいはい、どうだったかっていうのが後で判明するのもいいと思うけどさ。そうですね。でも、まあ、さっきのとしきくんは、うん、少なからずすごい影響を与えてるんですよ。すごいよ。いや、河原で多分ガッツポーズですよ、多分今。そうだよね。河原で誰もいないところで歌ったけれども。いや、もう多分。電話越しに全国の人たちが。そうですよ。僕の代わりに僕の歌を歌ってくれたわけだから。僕の思いを代弁してさ。そうですよ。そうだよ。ガーンダーンって言ってたから。ありがとうだよね、もう。いや、また。感謝だね、俺ね。また月曜日に多分、思いっきり歌うと思いますよ。うん、そうだね、うん。うん。また学校で笑われるのに。うん。歌ってくれるんだね。え、感じゃねえと思う。今度あれだからまた電話つないで。そうですね。そうだよ、としきくんに。の歌歌ってもらわないと。もうどっちも広めていただきたいですね。そうだよ。お寺も来た。怖いな。はい、もしもし、またメールくれた人と電話つながってます。もしもし。もしもし、お名前、おところ、年齢お願いします。はい、京都府京都市美香18歳大学1回生です。おお、大学生。今、はい、今どこで聞いてくれてるんですか。
今は自分の部屋で聞いてます。自分の部屋で。はい。ずっと今あのラジオ聞いてくれてたんですか。あ、今ちょっと緊張緊張してる。あーってなってました。あーってなってる。あーってなってた。僕らの会話で。はい、あ、僕らの会話が緊張してる。はい、多いな、そういう人。悪いね、緊張、うん。うん。大学はどうですか。大学楽しいです。楽しい。友達できた、はい、できました。わ、いいじゃん。自分からこう、作ったの。そうです。こうさ、友達の作り方を教えてくれないかな、僕に。あの、友達がなかなかできないんだけども。ですね。うん。周りがみんな地方の子ばっかだったので。ああ、なるほどね。で、なんか、どこ出身から始まりますね。あ、そうなんや。はい。あ、美香ちゃんは京都出身。そうです。あ、そっからね、どこ出身って聞いて。そうです。その次何話せばいいかな。名前を聞いて。名前を聞いて。あと、趣味の話とか。はいはいはい。それぐらいで結構仲良くなれる。はい、そうですね。ありがとう。ちょっと大倉くんさ、はいはい、いいかい。とりあえず今の会話俺聞いてたけどさ、はいはい、そんなに細かなディティールまで知りたかったか。あんたもうすぐ30なんでしょ。ごめんなさい。18歳の人の人との関わり方を聞いたのかい、ね、はい、すいません、なんか気になっちゃいまして、うん、気になった、ね、なかなか僕それ悩みなので、うん、なるほどね。そう、出身地を聞いたらいいのか、うん、ありがとう大倉くん。ちなみに俺秋田出身だから。あ、そうですよね、うん、知ってる、秋田出身ですよね。そうだよ、目の前にまずこうさ、はいはいはい、今ラジオでよ先週も言ってたんだ大倉くん、はい、あ、俺は友達いないって、はい、うん、ここにいるじゃないかって。嬉しいですね、そんな熱い熱い言葉。嬉しいですねってその一言みたいに言う。いや、なんかね、やっぱりこう、うん、電波に乗ってるからね、うん、上辺だけなんじゃないのかなとか思っちゃうんですよ。やめてよ。上辺なんてできないから。できないんですか。いや、上辺なんてできないよ。もうちゃんと、ちゃんと数で言ってくれてますよね。うん、そう。大倉くんは、じゃああれかい、上辺で今まで傷つけられたかい。いや、傷つけられたというか、僕が勝手に思ってるだけかもしれないですね。僕も傷ついたよ、いっぱい。やばい、暗くなりそうだね。やめときましょうか。あ、そう。ミカちゃんもっと話して。じゃあ、ミカちゃん、ミカちゃんのやっちまった話。はい。ごめんね。ミカちゃん何やっちまった？服屋さんのバイトの、初日に、うん、死ぬほど恥ずかしい思いをしました。どうした、何やったのよ。ずっと買ってた好きなブランドの服があって、うん、憧れの店員さんになりたくて、ほうほうほう、バイトに応募したら受かって。うわすごい。で、最近始めたんですけど、うん、初日にそのフロアにある服を、うん、行って着てほしいと、ほうほうほう、宣伝のために、あ、うんうんうん、ああ、はい、言われまして。ミカちゃんが来てほしいって言われて。そうです。うん、で、服を選んでくださいって言われたんですけど、うん、突然言われて、服もいっぱいあったんで、分からなかったんですよ。うん、で、とりあえず店長さんに、うん、私に似合う服を選んでくださいと、お願いしたんですけど、うん、それで、渡されたのが白のワンピースだったんですね。うん、で、すごく可愛くて、うん、もう嬉しくて、これ着て店員さんになるぞと思って、試着室にルンルンで入って、で、着てから鏡で、うわーって自分の姿見てたんですよ。はい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 、はい。そしたら、白のワンピースと、うん、自分の腕の間が真っ黒の漆黒で。うんうん、どういうこと？腕とワンピースの間が真っ黒の漆黒？脇の毛を、それも忘れてた。ちょっと待って。袖がなかったんや。半袖だったんです。半袖で。で、いろいろ、なんか腕上げた瞬間、はい、そうです。ちょっと待って。そんなに、生えてくるもんなんですか？私、反らない癖があって。いやいや、その癖やめなさい。それで、だから、ついてないだけだ、ね、まあね、冬から春にかけては出ないしね。うん、そってなかった、うん、前日にもお母さんに、剣道言われてたんですよ。あんた剃りなさいと、うん。知らんよ、みたいな半袖を渡されても知らないよと。うんうん、お母さんは知ってんや、ボーボーなの。言われてたのに、うん、それまた癖で忘れてて。え、それ、いや、癖がようわからんけど。うん、それで、うん。いつも剃らないんで、うん、で、あげたら、うん、真っ黒で、うん、で、一日目は、裏のお仕事だったんですね。はあ、はあ、外に出してもらえなかったので、
あ、バックヤードってこと。バックヤードだね。あ、そうです、そうです。え、ってことは、もうその、店長さんとかに見られたわけ、その。いや、それが、うん、その、見られないために必死で、うん。その、裏の仕事っていうのが、うん。あの、私の倍ぐらいの高さの棚から、うん。あ服のを取らなきゃいけない。なるほど。手をいっぱい上げなきゃいけない。脚立を渡されたんですね。で、取ったんですけど、うん、店長も高いとこなんで、うん、あ、ミカちゃん大丈夫、焦げないででってずっと見てくれてはるんですよ。安全のためだからね。見られたくないわけで、うん、でも上げなきゃいけなくて、うんで、あげてるんですけど、片一方の手でこう隠しながら撮ったり。うわぁ、それ余計。変な子。そのポーズが変な感じになるじゃん。変な子になっちゃうよ。今俺の目の前で大倉くんそのポーズしてたよ、ずっと。隠すポーズね。うん、ね。それ、あの、ミカちゃんさ、いつ以来剃ってなかったの、ちなみに。はい、うん、いつ以来。うん。何日目だったの、それ。忘れてるな。でも忘れてるぐらい剃ってないです。まあ、あの、ちょっと、女性に失礼かもしれないけど、何センチぐらい、の長さになるもんなんですか？僕は、やっぱ、わからないもんで、生えないもんだと思ってるんで、勝手に。女性はね、はい。うん。何センチなんですかね？ 3 センチぐらい生えてるんじゃないですかね？結構やな。俺と一緒ぐらいなんか。多分、大倉さんより、生えてると思います。いや、それはそれで恥ずかしいわ、俺が。でも、そうなんや。でもさ、はい、これ、俺の考えだけどさ、はいはい、どうだよ、大倉くん。そういう女性が例えばいたとして、うん、女性が気にしてるほど引くかい？ね、ミカちゃんに悪いけど、うん、引いちゃったことはあります。マジで？うん、俺、全然引かないんだよな。そうなんすか？だって人間だもん。うわ、広い。心が広い。いや、なんか変に、変にね、うん。変に多分女性像みたいなのがあるんですよ。僕男兄弟しかいないから。あー、俺女兄弟だけだもんな。え、お姉ちゃん姉二人。今日まさに誕生日の姉一人いる。うわどうでもいい。おめでとうございます。ありがとうございます。で、そのお姉ちゃんの浮気は見たことありますか、うん、ないけど。いや、それはないないない。なんかうちの姉はやたらとなんかそういうの、なんか身だしなみみたいなものを気にする人だったけど。でも結構女家族だったんですよ。祖母、母、うん、姉二人みたいな、うんうんうん、父しか男がいなかったんで、家族が。だ多分大倉くんとはちょっと違うんだろうね、うん、価値観が。いや違うんでしょうね、うん、俺全然大丈夫。同じ人間だと思えるじゃないですか、うん、僕は違う生き物だと思っています。あ、もうはい、同じ、もう笑われてるやん俺。そうなんですよ、うん、今日、あ、ちょっと美香ちゃんごめんね、聞きづらいこと聞いていいかい。あ、全然大丈夫です。今は剃ってるかい？さすがに、ね、今日さっきお風呂入ったんですけど、うん、剃ってないです、ね。なんでや、剃ってない癖ついてるから。そこそこ。なんで剃らなかったの？いや、なんでなんでしょう。なんか冬の時は、うん、保温やと思ってしまうんですよ。え、何？保温だって、保温。保温。だから熊とかで、犬とかで。いやいや、保温しなくていいでしょ、場所的に。だってさ、その服屋ではさ、今後ともバイトしていくわけでしょ？はい、そうです。そうだよね。ってことはまたその白のワンピースとか着なきゃいけないよね。そうです。いや、そうですって、じゃあ、剃らなきゃダメじゃん。いや、もうすぐ夏、漆黒じゃん、これ。夏ですからね、もう出る季節ですから。うん、剃らない癖っていうのをまず直していただいて、うん、よくわからない癖。剃らない癖っていうのは、剃る癖ついてないだけだと思うんだけど、直してくださいね。直します。うん。まあ、僕は直してなくても大丈夫だけどね。ちなみに、じゃあ。敵を言わないで。ミカちゃんのリクエストは何ですか？曲。ビーズの。お愛の爆弾です。確かにね。結構な爆弾やけど。理由は、うん、理由は？理由です。ビーズさんが大好きで、うん、バイト終わった、うん、終わってから聴いてて、この曲を。うんうんうん、もう結構明るいじゃないですか。はいね。もう脇毛のことすごいショックで、うん、でもなんかもうどうにでもなってしまえと思って聞いてる。いやいやいや、投げやりになってるじゃん。うん、そんな時に聞いて。結果剃らなくてもいいことになってるけど。そうです。じゃあ、美香ちゃん曲紹介お願いしていいですか。はい、ビーズの愛の爆弾。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちゃんと剃ってね。剃ってね。バイバイ。はい。関ジャニ∞大倉忠義と高橋優がこの後1時まで生放送オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。
さあ、メールが届いてるそうで。はい、北海道で聞いてくださってる16歳の葵ちゃん。はい。ミカさんの脇の話、うん、めちゃめちゃわかります。わかんねや。同じです。私も反らない癖あります。大丈夫？みんな大丈夫？変な共感が広がっているよ。大丈夫かな、うん、そういう世の中になる、なるのかな、その癖がついていないだけだぞ。まあ、もういつ。奈良で聞いてくださってる15歳の鈴音。はい。大倉くんはドSデカで助走をしたとき足を出していましたが、毛を剃ったんですか、うん、剃ってないです、僕は。あ、そうなの、はい。あ、あの肌色のタイツ、なんかね、タイツを履いてました。あ、そうなんだ。はい。こういうの、どういうの、そういうのは。何がですか、うん、なんかね、ハートがついたり、うん、いろんなしてるタイツが履いたんですけど。反らない癖があるの？反らない癖がある、うん、何がですか、反らない癖ある。すげえ、いやいや、反らないでしょ。みんな反らないでしょ。俺も反らない癖があるのかもしれないけど。反る癖つけてないだけだね。いや、もう、だからもうこれから夏がね、うん、始まるわけですから、うん、皆さんちょっと夏が始まる前に、ぜひ反っていただきたいと思います。そうだね。はい、まあ僕は反らなくても好きだけどね。好きっていうか、だんだん変な感じ。俺のキャラも変な感じ。それでは続いてのコーナー行きたいと思います。はい、イライラじゃんけん。平和主義者を名乗っている大倉高橋の2人でもさすがにイライラしそうなことを募集している、うん、そういうコーナーでございます。はいはいはい。大倉チーム、高橋チームに分かれ、はい、大倉チームには僕高橋優がイライラしそうなこと、はい、高橋チームには大倉くんがイライラしそうなことを送ってもらってます、うん、それをお互い一つずつ紹介していき、うん、全然平気、イライラしなかった場合は、はい、こっちですね、はい、逆にめっちゃ深くにもイライラしてしまった場合はベロ、あんまり変わらない音色が、うん、そう、まあ、チーンとカラカラーンで、そうですね、うん、この音を鳴らしてください、はい、で、まあ、ベルが鳴ったら、カラカラーンが鳴ったらポイントと、なるほど、要はイライラさせたらポイントが入るという、うんうんうん、ということで、まあ、早速やってみましょうか。そうですね。ちなみにあれだってポイントがたまらなかった方、うん、罰ゲームするんだって。ポイントがたまらなかった方、うん、あ、たまったらだ、ごめんごめん、あ、たまった、ポイントがたまったら、だからよりイライラした方が罰ゲームしなきゃいけない。なるほど、平和主義とか言いやがってんの。そうそうそう、イライラしとるやないかと。イライラしとるやないかということで罰を食らってしまうの、我々。それはしょうがないですね、うん、はい、ということで、はい、やっていってみましょうか。まずね、はい、やってみないと分かんないとこあるからね。先攻後攻をじゃんけんで決めてみましょう。分かりました、うん、口じゃんけん、口じゃんけん、口じゃんけん、うん、そうです、それはそうです、そうです。じゃないと伝わんないから。はい、行ってみましょうか、はい、最初はグー、じゃんけんチョキ。おー、アイコン、はい、キーラーじゃん、アイコンで、もう一回行こうか、はい、最初はグー、じゃんけんパー。いやいやいや、こういうのね、すぐ決まらないとダメなんですよ。これさ、生放送です、台本に書いてるみたいになるから。そうそう、これ今マジだからね。マジですから、はい、行くよ、はい、最初はグー、じゃんけんグー。いや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 、じゃじゃじゃ、これお決まりじゃないのよ、お決まりじゃないんですよ。ちょっと決めました、そろそろ次で決め、はい、いくよ、はい、いきます。最初はグー、じゃんけんチョキ。あー、分かった。あれ、ってことは俺からってことですか。そうだね、先行が、先行に行っていいんですね。うん、じゃあ、今週は大倉チーム先行で、大倉チーム先行、はい、はい、では行きましょうか。はい、イライラじゃんけん1回戦、大阪府八尾市メソポタミアから、飲み会で話してるときに、それわかるって言いながら人の顔を焼き鳥の串でさ指さしてくる女。ああ、ああ。まあ大丈夫、大丈夫、わあ、広いっすね。わかるって言ってくれてるから。いや、それわかるって、それわかるとは言ってくれてるわけじゃん、あの串で刺してきてるけども、はいはいはい、あ、じゃあそのそれわかるの場合ですけど、うん、あのお前の場合どうみたいな。焼き鳥の串でお前の場合どう。そうなってくるとやっぱかなりね、ちょっとなんか、うん、あの威圧的になってくるもんね。そうですね、結構高圧的ですよ、ね、うん、そりゃそりゃ。たまにね、うん、あの中指で刺す人がいるんですよ。そういうやつも、そういう嫌なんです。あのイライラはしないんですけど、うんうんうん、なんで人差し指じゃないんだろう。ちょっと向き変えると危ないじゃないですか。なるほどね。中指はやめてよ。大倉くんイライラしそうだから今これ読んだんだね、じゃあ。いや、なんか、うん、あのどうかなっていうラインなんですよね、うんうん、僕の中で。俺意外と大丈夫。大丈夫。俺大丈夫、それ刺されても。さすが。じゃあ僕今度高橋チームいきますね。はいはい、ペンネームラッコフェスティバルからもらいました。はい。居酒屋で出されたおしぼりが臭い。おー、大丈夫なの。大丈夫です。だって臭いんだよ。拭かないですから。臭かったらもう。じゃあもう拭けないじゃん、そしたら。手洗いに行きます。お手洗いに。マジで、はい、そこでちゃんとフットワーク軽くできる。全然できます。
せっかく座ったんだぜ、怖がりだぜ多分。いやいや悪あいやだからそれ悪い匂いでも、うん、いい匂いすぎても嫌です僕。あー分かるな、それは俺も分かるな。あの匂いつきすぎてたらどっちにしてもご飯食べるときにちょっとその香りがしちゃうじゃないですか、うんうん、それがちょっと僕はそっちの方が許せないかもしれないです。なるほどね、確かに、うん、食事の邪魔になっちゃうもんね、どちらにせよね。そうですね、うん、僕いい匂いすぎても大丈夫かもしれない。あ、そうですか。うん、まあ、際どいけどね、いい匂いすぎたら嫌な匂いになってしまう可能性もあるけれども、そうなんですよね。なんかとりあえず香水っぽい感じだったら、うん、僕は普段あまり香水つけないから、はいはいはい、なんか香水つけた風になるかなと思って誰にいい匂いに思われたやつですか。同行してる人たちだよ。なるほどね。でもみんな同じやつ持ってるんだけどじゃあ、まあ、大倉チームいってますか。さあ続いて今週の2回戦、はい、埼玉県秋田小町、年齢24歳、はい、東京で初対面の人に秋田県出身と自己紹介すると言われる。秋田弁喋ってよ、なまってるの聞きたいって言われる。あ、秋田出身ですね。あ迷いましたね今。迷った、迷ったよ。迷ってる顔は結構イライラされてましたけど、うん、あのね、うん、あの際どいところ、うん、多分去年の僕だったらダメだった。今年になって何が変わったんですか。ちょっと広なったの。広くなったんですか。そう、ちょっと俺今広なったって、あの関西弁映ってきたけど、うん、僕あのね、うん、そうやってなんか見たいんだろうなっていう気持ちがだんだん分かるようになってきた、はい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 、要は逆だよ。あの僕もさ、やっぱ関西出身のさ、うん、大倉くんに関西弁喋ってもらえると嬉しいからさ。うわ、そうですか。そう、でも関西弁って結構みんな喋るじゃない、はいはいはい、だから聞ける、みんな得してる気持ちになってんのよちょっとだけ。まあ多いですよね。そうそうそう、で秋田の方って少ないから言われるのかもしれないですよね。そう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 、で、うん、得したいんだ、なんかそれいい気持ちになりたくて言ってくれてるわけだから、うん、なんか喋ろうと思ってもうネタは いくつか用意したのよ。喋れば喋れて喋られる、喋れば喋ったんで喋られる、どうせ喋られるんだから喋って喋られた方がいい。あの何おっしゃってるんですかこれ秋田の人知ってるはずだから。 なんて言ってるんですか。ちなみにこういう話し合いの場においてね、はい、話したら話したでお前ちょっと喋りすぎだよ、ちょっと黙んなよって言われるし、はい、話さなきゃ話さないでお前ちょっと黙りすぎなんじゃねえのっていう風に言われるし、うん、どっちにしても言われるんであれば、うん、言って、うん、言われた方がいいよっていう格言。そんな長いことこれを秋田弁に言うと、うん、これを秋田弁で言うとね、喋、はい、ねば喋ねえで喋られる、喋れば喋ったんで喋られる、どうせ喋られるなば喋って喋られた方がいい。そうですね、こういうわけです。すごいですね。他にあったりしますわけ。あーあるあるある、はい、オールナイトニッポン R では結構僕今まで行ったこと14回ぐらいあるんだけど、うん、14回結構ありますね、うん、カブトムシっているでしょ夏 の、ね、あカブトムシね、うん、そう、あれを秋田弁で言うと、はい、カンプトムスってなります。相当面白いですね。そうかい、カブトムシをじゃあ取りに行こうみたいなことになると、したらちょっとカンプトムス取りに行くわいたといたと、あそこさんいたと、カンプトムス取りに行け、早く早く早く取りに行け、ほらよくあのそんなに治りましたね。いやまあ敬語使ってるからやっぱりほら、あーはーはー、先輩だからさ大倉君って。いやいやいや、どういうことですか。いろんな意味で。いや先輩じゃないですよ。それあのリスペクトしてるから。いやいや、同郷の人と喋るとこうなってきます。あ、やっぱり出ちゃうんですか今の。そう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 。今日なんて秋田ではね、僕の同級生があの役同士の打ち合わせしてるから。はいはいはい。そう、役同士の打ち合わせ。あの役同士のやつ集まるやつあるじゃん。あれのなんか段取り決めるやつ今日やってんのね。あ、そうなの、ね。そうそう。僕も出たかったけど、僕はほら、はい、オールナイトニッポンあるから、はいはいはい、いけないんだって謝ったんだけど、もうその打ち合わせとかではもうみんな、はい、あカプトムス出にくくなったなや最近な、ほら。今のは何ておっしゃったんですか。カブトムシは最近取れなくなってきたよね。10年前のは1匹だけどもな。いいな、なんかやっぱり今のも出てくなっちゃったなあ。なんて、あそこの電柱さん、なんか5匹6匹だけどこんな間なんてね。 いいじゃないですか、僕あのやっぱりその地方のその、訛ってるって言ったらあれなんですかね、はい、方言の女子、方言女子大好きですよ。あー本当、はい、そういうも今多分これを聞いてくれてる秋田の女子は、うん、秋田美人たちが立ち上がりましたよ。立ち上がりました。立ち上がって私だった。いつか電話で多分秋田弁しか喋れない女子が、いやいいですね、大倉くんファンが来るよきっと。嬉しいですよ、ね、うん、そしたらもう僕とその子で秋田弁をいっぱい喋りました。そうですよ、ね、あいく電話かけてきてきたことはなんてねねねびてあとこの時間だばほれやいく起きてることよあのこれはこれはいらんしねえわさあ高橋チーム、はい、いきます。ペンネームともよんからいただきました、はい、飲み会とかで言われる関西人なんだからなんか面白いこと言ってよ。あのね、うん、これはね、うん、飲み会とかじゃなくずっと言われます。
やっぱりね、はい、前もなんかいつもね、どこでもどっか言ってたよね、はい、どこでも言われます。いや、やっぱね、悪気があるわけじゃないんだけど、はい、思うの、あのね、なんか、うん、大阪でライブするときとか、はい、関西の方に行ったら、はい、なんかやっぱお笑いのなんかハードル高いんじゃないかなって一瞬思うし、うん、あのほらよくのご飯とか行くじゃないか、はい、ね、大倉君とご飯行くときも、うん、普段よりもなんかちょっと面白い話1個か2個用意していかないとあれなんじゃないかなって、失礼に当たりするんじゃないかってちょっと思うわけよ。しないですよ普通にお話ししたいんですよ。そうなの。いやだから関西っていうくくりでね、うん、面白いって、うん、そのやっぱりテレビ出てらっしゃる関西人の方は、うん、面白いからやっぱりテレビ出てらっしゃるんですよ、うん、関西地区っていうとやっぱり 何百万人何千万人っていらっしゃるわけじゃないですか。そうだね。その中で全員が面白いのかと、うん、そういうわけじゃないんですよ、うん、だからそのテレビとかでもね、うん、関西人あの期待しますみたいな、うん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 、ちょっと待ってと、うん、そんなあの無茶ぶりやめてくださいと。関西人だからっていうことでそういう風に振られちゃうとね、じゃないんですよって、うん、こういう面白くない人もいるんです、うん、それがなんかいいじゃないですか、個性があって、うん、それぞれね、うん、逆に僕大倉くんすごい面白いっていつも思ってるんだけど、そんな振られ方すると確かに面白いこと言いづらくもなるよね。なハードル上がっちゃいますよ、ね、ハードルかなり上げてきてる。あ、終わった。あやっべ、やっべ。というわけで、今週は大倉チームが0ポイント、うん、で高橋チームが1ポイントゲットしましたということで。そうですよ、僕がイライラしちゃったから、そうだ、もう選んだもんね。すげえ来てたのよこのコーナーに。そうらしいですね、うんうん、そう、そんな膨大なやつをね2人で読んだじゃん。そうですよね、サタデースペシャル、また来週もこれやるということで、はい、高橋君、はい、Ladies and gentlemen, オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。電話だよ。さあ、またやっちまった人と電話つながってます。もしもーし。あ、もしもし。お名前、おところ、年齢お願いします。はい、東京都江戸川区の、アキラです。はい。二十歳の大学2年生です。おー、大学2年生。はい。やっちゃった。今どこで聞いてるんですか？今家のベランダで聞いてます。家のベランダ、やっぱみんな外出たがるんやな。はい。なんでベランダに出たんですか？ちょっとやっぱ親に迷惑かなと思って。もう寝てんねや親は。もう寝てますね。あ、そうなんや。あ、そうか。そんな中ベランダから夜風に当たりながらね。まだちょっと寒いでしょ、はい、東京だってね。ちょっと寒いですね。はい、そうですよね。じゃあそんなアキラの今週やっちまった話を教えてください。はい。片思いしている、うん、女の子の前で、うん、爆睡してしまいました。え、それどういう状況で？シチュエーションを知りたいね。僕中学校の時から、うん、7、8年間ぐらい片思いしている女の子がいたんですけど。うわ、相当なのそれ。それ先日勇気を出して、うん、その子とは自分を含めた同級生4人で、うん、飲みに行こうと。なるほど。セッティングしまして、うん、飲みに行ったんですけど、うん、1杯目にビールを飲んで、うん、でちょっとまあ2杯目に調子乗ってハイボールを飲んだら、うん、ちょっとクラッときちゃいまして、うん、あ、もう気づいたら、はい、寝てました。あ、気づいたらのパターンや。はい。お酒そんな強くないの？あんまり強くないですね。でも好きな頃前からちょっと頑張っちゃったんや。そうですね、うん、調子乗ってよっしゃ行ったらって飲んだら、うん、30分ぐらいでパターンで。ああまだね、20歳ってことはさ、お酒も覚えたてだもんね。はい。それ起きたのはどれぐらいのタイミングだったんですか？うん、起きたなんか寝てた、まあ寝てたは寝てたんですけど、うん、なんかもう半分起きてるっていうか、もう本当に虫の息ぐらいの感じでどういうことよ。具合悪かったってこと？具合悪かった。あ、そういうことか。寝て、あ、でもそうですね、1時間ぐらい寝て、うん、ちょっと半分目が覚めて、うん、倒れたまま、うん、みんなの話をちょっとうっすら聞いてるぐらいの感じでした。あ、やばいなそれ。それさ、起きた時の片思いの子はどんな感じだった？はい、どんな感じでアキラを見ていた？もうなんか僕のことは見ないで、もう他の人と話してます。あー、切ないなー。やばいやばいやばい。それその飲み会があってからの後は？その後はもうあんまりこれといって連絡は。あ、そうなんだ。元からでも結構仲いいことは仲いいんでしょ、その子、片思いのことは。仲、そうですね。結構話す方ではあったんですけど、その女友達の中でも。うん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 。で、脈はありそうかい？はい？脈はありそうかい？
いやでもなんか勘違いだったら怖いんですよね。あるとは思うんですけど。あると思ってるそのあれを聞きたい。なんでそう思うのか。なんかぼーっとしてたんですけど、うん、僕が寝てる時なんかちょっと僕の手をちょっと握っててくる。うわーマジで。ちょっと待って、めっちゃ興奮したよ、ゆうくんが。おーすごいじゃんそれ。それなんで、なんで同じとこで寝る状況になったのよそれ。いやなんか僕は寝てて周りに座ってたんです、うん、その子が。だからその酔っ払って寝てる時でしょ。酔っ払って、そうですね。その子も酔っ払った勢いで、うん、なんか手のあたりをちょんちょんみたいな、おやって、うんうん、しばらくしたらなんか上に手が上に来たんで、あおでも僕はもう動けなかったんで、惜しいことしたな。行けよそこで行けよ。そうですね。ぎゅっと握り返さないと。握り返してやれよ。はい、すいません、なんか、見てることしかできなくて。うわ、それで、それ以外はなかったの？その後、ちょっと、まあ、なんか、カラオケとかに行ったんですけど、うん、うん、カラオケとか。僕はもう、なんか、担がれて。担がれて、まあ、歩けなかったんだ、もう。もう、フラフラでした。じゃあ、その脈ありって思う芸、ことの、他はないんですか、うん、なんでこう思う？僕は、結構その、まあ、昔の話なんですけど、うん、うん。それこそ中学の時とかは、うん、結構なんか、社会科見学とかあったんですけど、うん、懐かしい。その時に僕遅刻しまして、両方で間に合わないとなった時に、うん、その後に、たまたま車で拾われまして、車で、うん、なんか遅刻するんでしょ、乗りなよみたいなこと言われまして、うん、で、そのまま乗って、その子の親と、ちょっと話を。したと。して、ちょっと、電話で、はい、送ってもらいました。それは親切心じゃないのか。いや違う、脈ありだと思うさ。好きじゃない子は乗せない。ん、好きじゃない子は乗せないですかね。いや乗せるかもしんないけど、うん、その僕が強いと思ったのは、はい、その寝てる時に手をちょんちょんとはしないだろ、うん、誰にでもするのか、ね、日本中の女子に僕は今聞きたいけれども。でもそんなに酔っ払って手ちょんちょんするかな。でも、アキラくんが好きな子は、うんうん、酔っ払うとツンツンする癖があるのかもしれないですよ。え、やだ、そんなの。それは嫌ですよね。そう思いたくない。じゃあ、もうその連絡取り合ってる時に、どっちからこう連絡するのが多いんですか？はい、まあ、やっぱ僕から連絡することが多いですね。それどれぐらいの頻度で？うん、でも、週に1回は、してますかね。してるじゃん。してる。週に一回も電話する人なんかいなくないか。ねえ。いやないよ、なかなか。仕事とか以外だと。そうですよ。それ、それだから頻度増やしていってさ、うん、なんか自分が、はい、あれもしかしてこの人脈があるのかもって思わせて反応を見るっていうのはどうなのかな。いやーでもなんか怖くて。ちょっと、はい。そういう勇気はない。ラジオで告白してみようか。あ、はい。ラジオ。聞いてるかもしれないからね、その片思いの子。そのリハーサルというかね。ああ、それ聞いてないかもしれないし。実際に、うん、はい、電話かけなくてもいいですから。そう、僕ら二人をその片思いの子とちょっと想定してさ。はい、わかりました。うん、どっち、ちょっと待って、俺と大倉くんどっちその子やる？これ大事だよ。大倉くんでお願いします。ちょっと待って、俺今普通、大倉くんと二人で話し合おうとしたんだよ。わかんない、勝手にしてしまう。じゃあ、はい、はい、あきらくん、たっての希望で、はい、大倉くんが、さっきのね、ちょっとあれだけど、あきらくん申し訳ないけど、大倉くん、すなげ反らないけどいいかい？あ、大丈夫です。あ、そう。男やからね。じゃあ、行こうかい？じゃあ、告白ね。はい。まあ、シチュエーションどうする？シチュエーション。シチュエーションどうしようか。うん。ちょっとじゃあ、こう、二人で、じゃあ、遊びに行った帰りとか、あ、帰り道だ。あ、なんて呼ばれてる？ちなみに。僕はもう名前で呼ばれてます、そのまま。アキラ。はい。オッケー。その子の名前を出さないことにしようか？そうですね、なるべく。言える言えたら言ってほしいけど。一応その子、ゆうちゃんって言うんですけど。ゆうちゃん、俺がどこじゃろ、こちゃん。ゆうちゃんって言うの？ゆうちゃん、はい。ゆうちゃんって言うのに大倉やん。ややこしいやん。ややこしい。大倉くんがゆうちゃんの役だ。じゃあ、ゆうちゃんってこと。ゆうちゃんね。オッケー。僕、ゆうちゃんね。はい。本当のゆう黙ってるから、じゃあ。あ、はい、お願いします。じゃあどうぞ。はい、今日、すごく楽しかったね。うん、楽しかった。うん、実はさ、うん。今日はまあ、友達として、すごく遊んでくれて嬉しいんだけどさ、うん。やっぱり、俺、ユウの特別な人になりたいんだよね。え？特別な人って？今まで黙ってたけどさ、うん、
俺やっぱりお前のこと好きみたい。本当？私も黙ってたんだけど、うん、アキラのこと好き。本当？なんだこの茶番は。我慢して聞いてたけどさ、アキラくん。すいません、はい。こういうイメージを持とう。ありがとう、はい、ありがとうございます。こういう裏が入ってるけど。はい、すいません。いや、イメトレでね。はい。こういうの大事ですよ、イメージを持って、過ごしていくっていうね。はい。そんなじゃあ、アキラくんが。はい。行かない？うん。ああ、そうですね。告白したら教えてね。あ、わかりました。本当の、はい、本当のゆうちゃんの方、ね、結果をね。はい。告白、いつする？アキラくん。じゃあ、今年中には。ちょっと、長いな。長いよ。すいません。じゃあ、アキラくん、どうもありがとう。はい。ありがとう。また聞いてね。これからも聞いてね。はい、ありがとうございます。はい。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。東京有楽町日本放送キーステーションに全国34局ネットでお送りしました。さあ、生放送でお送りしてきたオールナイトニッポンサタデースペシャルなんですけれども、はい、ここでお知らせに行きたいと思います。はい、まず大倉から。大倉から行かせていただきます。はい。毎週土曜日夜9時、日本テレビ系列で、ドエスデカに出演中でございます。うん、そして関ジャニ∞としては、4月29日水曜日に、昨年行われた五大ドームツアーの最終公演が収録された、関ジャニズムライブツアー2014から2015が、DVD、ブルーレイでリリースされますので、よろしくお願いします。絶対俺それ買うから。ありがとうございます。そして高橋から、はい、6月の10日にニューシングル明日はきっといい日になるリリースさせていただきます。そして今年デビュー5周年なんですね、僕高橋。ほうほうほう。なので曲いろ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 今発表しておりますので、はい、ぜひホームページをチェックしていただきたいと、はい、それでは、7月の19日の日曜日に静岡県嬬恋にて開催されるアミューズフェス2015バーベキュー in 嬬恋に出演させていただきます、うん、はい、ではポルノグラフィティさんとか、はい、ビギン、パフュームなどなどたくさん出ます、うん、ぜひ嬬恋で、うん、夏の楽しい時間過ごしましょうということで、よろしくお願いします。今週どうでしたか、大倉君。ね、2週目ですけれども、うん、2週目なんかやっぱりリスナーとこうね、うん、生電話でこうおしゃべりできる、うん、メールでやり取りできるっていうのが楽しいですね、うん、あと個性的な方たちがたくさんいて、ね、うん、本当にスリル満点だったね。いや、スリル満点ですし、ね、こうリスナーのおかげで成り立ってるなっていうのが助けられてね、としき君のおかげで今日僕の歌知られたから、うん、たくさんの方に僕の歌い方まで、ね、河原で歌ってくれてね。そうそうですね、ミカちゃんは脇そらないし。そうですよ、アキラ君結局大倉君に告って満足してるって何やかんや盛りだくさんな1時間半でしょ。大倉君がゆうちゃんになって ね、まあ、いろんなことありましたけれども、うん、ね、来週もね、またこの時間にお会いしましょうということで、はい、それでは今週はこの辺で、また来週、バイ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 。